はい、皆さんどうも竹中雄大です。はい、ということですね、ゆうすけさん、はい、非常事態です。ドバイなんですけれども、ダウンタウンらへんに僕たちは泊まってるんですけれども、はい、ダウンタウンらへんはそもそ もう路上ライブは やってないと、うん、やってる人を見たことがないし、まあ、基本できないと、まあ、言われたので、ドバイマリーナだったらできるんじゃないかと、現地の人に教えてもらい、ドバイマリーナに来たんですが、マリーナの方も、まあ、結論から言うとできないとなりまして、ここは JBR ビーチというところだと大丈夫だと思うということで、まあ、ここまで来たんですが、はい、その前にまあ一回世界一のでかい話を見といてください。これ世界一でかいんですか？はい、世界一でかいんですよね、はい、世界一大きいの、はい、すごいな、すごいね。で、まあここに来たんですけれども、なんとここでも、まあ、言ったらそのライセンスがいると、はい、でライセンスがいるってなって、でもそのライセンス自体はもらえるということで、ここら辺でやりますよっていうストーリーを先のしてたので、その日本のねファンの人とかが、いろいろこう来てくださってて、こっちに住んでる方にいろいろ教えてもらってて、いろいろちょっと歩いてたんですけれども、朝からオフィスが開くんですよね。そこで、まあ、日中の間にですねオフィスで申請をしたらライセンス取れるらしいんですよ。なんですが、今は時間が、こちらは18時ですけれども、もうオフィスが閉まってると。で、明日やったら行けるって言われたんですけど、僕明日スペイン行くんですよ、はい、なので、まあ、結論から言うとできないっていうね。ゆうすけくん、はい、でも今十数名ぐらい、その僕の多分 SNS 見て来てくださった方がいてたので、まあ告知をね正直してなかったら、まあそれはじゃあ俺ら俺らでまあ残念やなって帰るだけなんですけど、まあせっかくちょっと来てくれてる人もいるので、まあちょっとなんかこれですいませんっていうわけにもいかないですから、ちょっとなんか考えたいですよね。何でしょうかね。まあ一回戻りましょうか。一回戻りましょうか。はい、まあ、でちょっと実はそのファンの人らで17人ぐらいおった中の2人がオフィスまでいろいろその案内とかして、僕よりねやっぱ英語がもちろんめっちゃ喋れるんで、いろいろそのセキュリティとかに聞いてくれて、いろいろね一緒に手配頑張ってくれたお二人、はい、お名前いいですか？強しと言います。マナトです。マナト、マナト君、はい、ということで、はいはい、2人がずっとね拍手でございますけどついてきてくれたんでありがとうございます。まあ、ちょっと行きましょうかね、はいはい、他にもねたくさん待ってくださってるので。そうなんですよね。すごいねこういうもうロケーションがすごいいいところなので、まあ、やりたかったんですが、だからあれですね、もうちょっとも、深く下調べをしとくべきやったなと。なんか結構アメリカとかは自由やったじゃないですか。まあまあ、で僕香港でも路上ライブやったんですけど、香港も自由やったんですよ。なんかどこの国も割とその広いトークスペースがあったら自由にできるんかなって思ってたら、これね勉強になりましたよ。まあ甘い考えでしたね。そうですそうですそうです。見てよあれ、敵王が住んでそうなとこ。ナイスビューすぎるやろ、ね、すごいね。まあとりあえずちょっと一旦行きますか。はい、ね、ということで戻ってきたんですけども、ここにね日本のファンの人とかが十数名ぐらいいるんですけども、まあ正直やっぱこうやって来てくれる人プラスアルファやっぱ地元のこういう言ったら国の人というかね、その現地の人にもたくさん見ていただきたかったんですが、それは叶わないので、まあでもそれでもまあ僕の告知を見て来てくださったファンの人とかもまあいてるので、それをまあちょっとバイバイってごめんねっていうのもまあちょっと申し訳ないので、もう全然人がいないところで路上ライブとかじゃなくて、その方だけに向けて1曲歌おうかなと思います。いいじゃないですか、はい。まあ、ここではできないので、ちょっとなんか海辺の方行って砂場のところで1曲だけやりますか。はい、まあ、これもこれでいい社会勉強なんじゃないですか。いや、いいですよ、いい思い出になります。ここもかしこもアメリカみたいに自由にできないという、はい、ね、行きましょうか。行きましょう、ね。なんかユウスケあれじゃない、俺よりへこんでない。いや、その、うん、取れなかったっていうのと、あ、取れた気にしてた。それは当たり前でしょ。なるで、ね、当たり前じゃないですか、ね、それプラス、はい、まあ、でもあそこにね、でも、はい、全然喋らせない。クリスティアーノ・ロナウドがあれフリーキック決めて、はい、勝ってるんで、だワールドカップのね、はい、時期でしたね。いやね、すごいよ、もうなんかここ見てよ、こっからの景色、うわ、すごい綺麗。こっちですか。左です。じゃあ左に行きますか。はい、ということで、もう見てください、この閑散としたビーチ、はい、のところの、まあ、ちょっと砂のこのなんか追いやられてるところで、来てくださってる人だけのためにやろうと思います。はい、こんな感じでね、はい、来てくれてます。はい、こんな感じで、はい、10人ぐらいですけれどもね、はい、まあでもいいじゃないですかね、こういうの、ね、楽しいですね。はい、まあ、これね非常に僕の人生の中でもレアな体験です、ね、あんまりないですもんね。はい、皆さん、はい、あ、日本じゃない方が2人、ロシア、おー、
エアコン。え？エジプト？エジプト？おお。ロシアとエジプトの方もおられて嬉しいですね。じゃあ行きますか。First song is my band's song. Walking with you.からかその目に映る景色すべてがまるで光のない海の中を見ているよ。悲しみに怯えに逃げ出しそうになった時、あなたがくれた言葉に救われたんだよ。鏡に映る自分が徐々に徐々に魔法がかかってように変わってゆくけど、相変わらず無邪気な笑顔のあなたを見ていたい。I've seen money, no time, just keeping to the mind. Just waiting for another one. Somebody can understand me. No matter what to say, no matter what to search, 心が折れかけ諦めそうな時も何も言わず、ただ抱きしめてくれた時々、君の言葉は理不尽で苛立ちを覚えるような瞬間もあるけど、そんな君が僕は愛しくて、この手で守りたい。移り変わりゆく季節をこの目であなたと眺めていたいな。どんな色でも愛することができそう。絵に描いたような幸せを掴み取れ。50年後の未来も君と知らぬ間に幸せの意味を見つけ出しているんだ。ありがとうございます。はい、はい、This is the last song my band's song 愛とか恋とか月曜日の朝憂鬱な気持ちも思い浮かべればいつもの道に優
優しい風が吹き心を弾ませ今日が始まるよ昔は聞かなかったの歌や映画や香水の匂いでさえも君が好きなものってだけでさどうして僕も好きなんだろうこんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが溢れ出して止まらない想い君も同じかな伝えよう目を見て今すぐが知ったら離れないように離さないから抱きしめたいよずっと会えない時は思い出をめぐって近くに君を感じて励まされ携帯に映る君からの通知を開く時間に笑顔になれるよ僕の腕で君が眠る夜も夢でもいつでも君と過ごしてた目が覚めても夢は覚めないまま心が君で満ちてゆくこんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが溢れ出して止まらない想い守りたい明日もこの先訪れる未来を全部預けてほしい君以外はもう他には何もいらない何ともないよ大丈夫だよこぼす口癖僕は気づいているよ弱くてもいい泣いてもいいんだよ僕の前で強がらないで愛した理由はさありきたりなんかもしれないけど君以外には考えられない愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが溢れ出して止まらない想い君も同じかな伝えよう目を見て今すぐが知った離れないように離せないから抱きしめたいよずっと Thank you so muchThank you so much. Thank you. まあかなりいい経験になりましたよ。ね、私は最後の曲になる前に気づきましたけれども、夜やのにずっとサングラスつけてました。いち早く撮ればよかったですけどもね。わざとやってるのかと思って。はい、全然格好つけてるわけじゃなくて、本当に昼日差し強すぎて、だから絶対必要ですからね。ということで、今日はこれにて終わろうかなと思います。はい、はい、まあこの後はちょっとうまい飯でも食って、今日の疲れを癒やしたいと思います。はい、はい、明日から頑張りましょう。そうですね。はい、まあでもね、嬉しかったのは、ちょこちょこその、こういう、なんだろう、身内に向けた感じの、みたいな感じでやったつもりで、が、まあ時々やっぱ通行人もいるもので、ちょっと見てくれて、立ち止まってくれたりしたのは、ね、嬉しかったなと思います。はい。はい、まあということで、まあこれを機に、頑張ろう。頑張りましょう。See you, bye.まあ、終わりますといったところなんですけど1個だけこれ言わなかったんですよ世界一周しますって言った動画でそのチップでその日暮らそうみたいな投げ銭ね、はい、でっていう話をしてたんですけどドバイがなんと法律で投げ銭を受け取って投げ銭されたらダメらしいんですよ、はい、だから今日はもちろん投げ銭なんでしてまあロードライブそもそも今日はしてないですけども、はい、投げ銭もねできないらしいです、はい、なのでそもそ も法律に的にダメっていう感じなので、はい、ちょっとドバイすいませんけどと
投げ銭がダメやから、はい、物理的にもできないと。今日は美味しいご飯、今日はもうすいません、美味しいご飯食べます。すいません、申し訳ない。全然大丈夫です、はい、申し訳ないですけどね、ちょっと次の国からやっていこうと思います、はい、頑張りましょう、はい、まあでもね、日本に結構ドバイの黄色みたいですよ、はい、DM とか見てたら、その今日お仕事で行けないんですみたいな人もちらほらいてたりとかして、で今日来てくれた人もいるじゃないですか。思ってるよりね、思ってるよりドバイはたくさん日本の人もいてはるなと、はい、さっき言ってはったロシア人の人とかは最後その僕らが喋ってる時は帰っちゃってましたけど、たまたま通りかかって見てくれてたらしいです。だからね、やっぱそういうのが嬉しいね、うん、だから、まあ、看板ちょっと置きたかったけど、俺ぐらいはできないから、はい、一応もう端っこの方で身内に向けてやるっていう感じでやったんで、まあ、ちょっと今日はねフォロワー獲得はなかなかならなかったですが、はい、まあ、いい思い出になりました。はい、まあでも記憶になりましたね、はい、なのでヨーロッパで頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあ皆さん、頑張ったなということで高評価とコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、See you bye. こんなにも愛とか